おっす小籔なんていうんですかね、こうパッとピーンと張り詰める瞬間っていうのが多分あると思うんですけど、はいはいはい、本当に張り詰めて、わー怖ーというか、シーンとなる、もうお葬式以上のピーンっていうシチュエーションっていうのは皆さんも体験されたことあると思うんですけど、ある時山根師匠、チャンバラトリオの山根師匠という方に僕たち若手が殺陣を教えてもらうという機会がありまして、はいはいはい、吉本で殺陣を教わるとなればもう山根師匠なんですけども、そう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 、ほんで僕たち若手、野生爆弾とか、ロザンとか、キングコングとか中に混じって僕も殺陣を稽古してたんですけど、ただ朝8時から11時ぐらいまで、毎日それが続いてたんですけど、ある時7時50分ぐらいになってもロッシーの姿が見えないんですよ、いやこれちょっとまずいぞと、山根師匠なんてむちゃくちゃ偉い方やのに、しかもちょっと怖い、怖もてじゃないですか、これ絶対とちったらあかんなと思って僕速攻電話したら、すいません今起きましたってなったんですよ。うわ最悪や、お前何分後に来れんねん、30分ぐらいです、すぐ行きますって言ってなったんですよ。で僕山根師匠に伝えたら怒りはるんかなと、あそうですか、じゃあ待ちましょうみたいな、うわ静かに怖ってなって、その間もピーンってしてて、山根師匠とそして幸太郎さんという、山根師匠の助手みたいな方です、お弟子さんなんですけど、その、ちょっとちっちゃい宇崎竜童みたいな感じの方、実際にそういうモノマネされてるんですけども、見た目コミカルなんですけど、さすが山根師匠の相方というかその弟子ですから、もう盾の腕は一人前というか、もうすごいんですけど、でその方と二人でずっと待ってる間もシュッシュッてこう素振りをされたりとか、でちょっと段取り今日はこれを教えようかみたいなことをひそひそとやるでシュッシュッやってるんですけど、ピーンとしてるのに山根師匠と幸太郎さんがシュッシュやってるから、もう余計こう張り詰めてきて若手たちともう震え上がるというかっていう感じだったんです。ほんだらもう朝バタ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 って遠くの方から音聞こえてきて、ほんでもうスライディングするかのようにもうロッシーも山根師匠の現場閉じてもう保ってるから、すいませんでした本当に遅れてすいませんみたいな言ってます。ほんだら山根師匠がつかつかと言って、いやもういいです、頭上げてさっさと練習しましょうみたいな、怒ってないんですけどめちゃめちゃ怖いんですよ、怖ー思って、ほんだらじゃあ今日はちょっとしんどいですけどもこういうメニューでいきましょうみたいなことで、言うとですね、こうしゃがむ感じなんですけど、しゃがんでこう振れと、でこう歩きながら前へこう端から端まで行きます。ちょっとウサギ飛びというか、それなんでこれをしてるのかというと、そのお前らはピッてやった時に刀が止まれへんと、ふにゃっとなる、それをここでピチッと止めなあかんねん、でもそれできてんが、それの練習でやると、切っ先を絶対に地面につけてはいけない、もう刀というのはかけるから、もうそれ木刀なんですけど絶対当てたらカツってなるから、カツは絶対あかん、シュッてやって早く、しかもギリギリのところで止めろ、こんな離れとったら絶対あかん、ギリギリのところで止めろ、当てたら絶対あかんってなったんですよ。メニューも厳しになったし、なんか要求されることもちょっと怖なって、いやちょっと怒ってはるやんみたいな感じになってる中、へえ思ってたら、孝太郎さんじゃあ見本を見せなさいみたいになったんです。だから孝太郎さんっていう、ちっちゃい宇崎竜童がここに似てるみたいな感じになるんです。で普段はちょっとブーツみたいな黒のブーツをいつもお履きになられてる孝太郎さんに、孝太郎さん見本を見せなさいと、はっ言って、その時もちょっと空気をさせたんか、はぁなんか言うたことないここ数日やっぱこう空気がこないなってるから、孝太郎さん見本を見せなさいとはっ言ったんですよ。はっって聞いたことないな、孝太郎さんも今日はピリッとされてそうだよね、もう絶対笑ってはいけない、シーンとした中はっ言うてしゃがみ張っていきます、シュッカツって2回目だったんですよ。僕はこのボケこら思って笑ってまえねんかこら思って誘ってんのか張り詰めてて見本見せろはぁ言うたくせにシュッカツってもう当たったらでも全員体くのじゃんやばいみんなこうです。でも山根師匠もずっと微動ですよ、あれ当たったのになと思いながら、大太郎さんもシュッカツ当たって、その次まだ続けるんですけど、明らかにもう当たったの自分で分かってるから、めっちゃ上で止めてる。冒険せえば上も。気づいてるやん、当たってんの。日本になってんの、もう離れまくってるやん。みんなもうめっちゃ怖なってるんですよ。冒険はしない。こいつほんま、どんだけ笑かしたあかん時に、何しそうもない、はぁ、言うた。勝つやれへんかな、もうだんだん笑けてきて、うわ、絶対笑
ったあかんわ思って端っこまで行くんですよ。どんどん離れたまま。おーおーで最後孝太郎さんが終わったらくるっと待ってペコってしちゃったんですよ。当たったくせにくるっとやったら山根師匠が、うん、よーしじゃあ今のようにめっちゃ笑いがいや今のようにやれへんから当たってたやん当たってええのあげてええのみたいなはいもうそういう小さい宇崎竜童の方にされならんぐらい笑かされたことがあったらまあまあ緊張があるだけで余計にね、はい、いい人なんですけどまあ一緒なんでしょうけどね孝太郎さんがブーツ履いてる情報いる？確かにそうですよね。ただ人となりがなちょっとでも見えた方が。ポニーテールとブーツとちっちゃい宇崎竜童でなんとなく皆さんイメージ悪いと思う。出てきた人いましたけど、はい、すごい方なんでちょっと普段がコミカルな感じの。びっくりした。あ行きます。行きます。あ今日ちょっと大好きでいいかもわからんよ。僕ですか。うん。これ僕が小学校6年ぐらいなんですけど、うん、夏に、うん、あのお父さんが、うん、あの花火大会あるから大輔見に行こうと、ほうほうほう、ほんで山の上で、うん、あの穴場があるから人全然いいひんとこやから、うん、そこ行ってみよう言ってお父さんと2人で車で出かけたわけですよ、うん、ほんで駐車場入れてそのままちょっとこう山の上まで10分ぐらい歩いて行って、ほんでその場所で花火まあ見てたんですもん、うん、ほんでまあ人もいいひんガラガラもう真っ暗なとこですよ、で綺麗に見えて、で見終わった後にほんな帰ろうか言うてこう帰り道こう駐車場まで歩いてたんですよ、うん、ほんならお父さんが大輔あの競争小学校まで駐車場からこっから言うて、でええよ言うて、大輔お前早なったんか言うて、負けへんのちゃう言うて、ほんな行くでよーいドーン言うて、そのちょっと坂道をずっとうわー走ってたんですよ、うん、お父さんの方がやっぱ早いじゃないですか、うん、でお父さんだいぶ先行って、うん、で僕真っ暗やから怖怖ってお父さん待って言うてガー走ってたんですよ、うん、でうわー走ってたらもうそのままこう駐車場ぐらいまで行って、ほ、うんで真っ暗なんですけどあの自動販売機の光で、うん、あっこやと、うんうんうん、ほんで、あ、もうあかん、ゴールや、思って、ほんなお父さんが、よっしゃ、勝ったー言うた瞬間に、シャーンって言うたんですよ。シャーン言うて、うわーって言うてるんですよ。ほんで、バー近づいていったら、その駐車場のとこに、鎖が張ってあったんですよ。で、親父気づかんで、よっしゃー言うたら、シャーンって言うとるんですよ。うわーって言うて。お父さん、何しろ、もう言うて。お前、大好き言うて。来る時なかったよなこの二人。来る時なかった。一発目。はい。やっぱりそれはそうでしょ。4分の1。ここは僕あえて陣屋で行こうかなと思って。おジュニアがバシッと決めてくれるっていうのはね、ありがとうございます、はい、ですね、まあ、ちょっと前に、はい、あのロケで、はい、あのディズニーシーにね、はい、行くっていう、まあ、大阪の番組でディズニーシーロケさせてもらったんです、ほんなら、まあ、いろんなアトラクションを乗せてもらうんですけど、うん、今から行くのは、うん、タートルトークですって言い張るんですよ、僕は全く知らなくて、え、何ですかそれ、あの設定としては船があって船底にこうガラス窓があって、うん、そこにね200人ぐらい入って、うん、はい、まあ、その窓ガラスにあのファインディングニモに出てくるカメ、うんうん、クラッシュっていうカメがそこに出てきて、うん、ほんでもう動いて身振り手振りで喋って、うん、で15分ぐらいお客さんと質疑応答して、そのクラッシュがそのお客さんをいじり倒して、誰一人傷つけず、爆笑に次ぐ爆笑をかっさらって帰っていくって言うんですよ。すごいね。そんなことあんのと。ほんで行って、ほな、お兄さんが、じゃあみんなで、せーので、クラッシュ言いましょうねって、せーの、クラッシュー言うたら向こうから、うわー来るんですよ。そう、まあ映像なんですけど、カメがうわーって、まあ、動きも表情とか声とか、めっちゃおもろい感じなんですよ。おー、みんな会いたかったぜもう子供たち、うわーこらー、おー、今日はもうみんなに会えて、本当に俺は最高だぜで、じゃあこっから、じゃあ俺になんか質問あるやついるかい、うん、男の子が、うん、はい、じゃあそこの男の子、つって亀ですよ、うん、おー、質問なんだ、僕は泳ぎが得意じゃないんですけど、どうやったら泳ぎが得意になりますか、うん、
はい、泳ぎが得意じゃないのか、名前なんて言うんだ、うん、コウスケって言います、おいおい泳ぎの速そうな名前じゃないか、ドワ、なるほど、ほんならもうキョトーンってした顔してクラッシュは、うん、俺そんなおかしなこと言ったかって言って、設定として地上のことは一切知らないって言って、でそれをこうごまかしながらもうそれで笑いとるんですよ、すげえ、他になんか質問ある人いるかって、なあそこのお姉さんなんだ、あ私たちあの今日大阪から来たんですけど、大阪弁喋れますか、大阪弁、大阪弁と一体何だ、いやあのなんかなんとかやんとかなんとかやねみたいな言葉なんですけど、いやー俺はちょっと大阪弁は喋られへんねん、どうだもうむちゃくちゃウケるんですよ200人が、ってほんなら今度女の子が、あ女の子質問があるのか、かわいいなどうしたつ、海には綺麗なものはありますか、もうその質問が可愛すぎて、うん、もう200人がもう、うん、もうポーってなってるからいい質問だな、海には綺麗なものはいっぱいあるぜ、このサンゴ礁だって泳いでる魚たちだってみんな綺麗だ、みんな綺麗なんだ、だけどな少しだけ少しだけ俺が生まれた時より海が綺麗じゃなくなってるような気がするんだ、だからもし今度海に行った時はみんな海を汚さないでくれるかい、もう全員心使われてるからもう大人もみんなはいね、あまあロケですからカメラあって俺がいるっていうのももちろん200人のお客さん知ってあるんですよ、ほんでもうバラエティですから、そのクラッシュにね笑いこんだけ取られてる場合ちゃうと、俺もバラエティ番組で言ってる、そりゃそうや、ほんま質問あるかっつって、はい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 言って、ほんでそこのお兄さん質問なんだって俺当てられて、はいはい、ね、さあここでこの爆笑クラッシュとどう絡むかっていうことですよ、好きなことわざなんですか、そのクラッシュに、おうおう、もちろんことわざ、おいことわざってなんだ、言われたんで、いやまあ例えば、鶴は千年亀は万年とかって言ったら返す姿なんで、おいおい人の寿命勝手に決めんじゃねえよって、亀の平均寿命はだいたい80年ぐらいなんだよ、どうか、まあ俺は今150歳だけどな、どうかで、お姉さん君はいくつだって、38歳です、まだ卵から帰ったばかりじゃないか、どうだけど俺はな150歳だけど、でパッてお腹見せるんですよ、で亀やからこう割れてるんですよ、腹筋割れてるーって、腹立ってきた、君は腹筋6つに割れてるか、いや割れてないです、ちょっと見せてくれよって見せよう思ったら、誰が本当に見せろって言ったよ、じゃあまた会おうなバイバイって帰っていくんですよ、俺何にもできず、何一つ笑い取れず、全部クラッシュに持っていかれて、これなんや、なんやこれ、何にもできへんかった、言うたって芸人が言って、どうしようどうしようって、もうそっから俺結構引きずって5日後に休みやったんですよ、俺プライベートでやっぱもう一回やりたいって俺プライベートでニット帽にマスクで俺もう一回ね、もう一回潜り込んだんですよ、タートルトークに、ほんならまたその日もウケてますね、フラッシュが男の子があの得意な泳ぎは何ですか、得意な泳ぎってなんだ、君は何なんだ、僕は背泳ぎです、背泳ぎ知らねえなーって言いながら背泳ぎやってるんですよ、もうダーン受けて、これもう次もう大体毎回3人ぐらいの質問で終わるから、2人終わってもう次、はい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 って言ったら、おお、じゃあそこ あのニット帽にマスクのお兄さん、名前なんて言うんだって来たから、俺もうバーッとって千原ジュニアって言います、ほんなら200人でしょ、なんでなんでなんでみたいな、うわーなったら、そのうわーってなってる間、またおもろい顔でこうやって静まるまで待つんすよクラッシュは、もうめっちゃええ顔で、おい俺より人気者は嫌いだぜ、見事それで掴んで、で質問って何だ、千原ジュニア質問って何だって言うから、好きなテレビ番組何ですか、テレビって一体何だ、いやあの地上にあるこうすごい楽しい四角い箱で、そこには面白い人がいっぱい出てるんです、面白い人、
面白い人って一体誰だ、でいやあのね、まあまあ、まあ、例えば面白い人、まあ、例えば、千原ジュニアとかみたいな、ほらお客さんまあグズグズグズって、まあ、千原ジュニアはそんなに面白いのか、じゃあ今から面白いこと言ってくれよ、思ってた感じと違う、ほんのお客さんがうわー面白いこと言ってみたいな、だってへー千原ジュニアは面白いんだろう、だったら俺を笑かしてくれよ、ぐわー詰められて俺、お客さんもうわーなってるから、この状況何言っても絶対ウケへんとこだから、いやあのね、あのあれですわ、千原ジュニアはそんなに面白くないですって俺逃げたんです、ほんなお客さんが200人、逃げんのみたいな、すっごい空気になって、俺どうしようこの空気どうしようと思ったら、クラッシュがいやー千原ジュニアって聞いた時の最初の歓声聞いたら、千原ジュニアがどれだけ面白いか俺には分かったぜ、千原ジュニア、また遊ぼうな、バーイ、帰ってきた、めっちゃ簡単やん、クラッシュ俺ね、亀に助けられたんですいやすげえ、浦島太郎以来よ、いや亀に助けられた俺だけですよ、すごいです、フラッシュすごい、そうか、ちょっとディズニーシーでも危険やな、はい、俺らが行くには怖いな、当てられたら怖い、ちょっと怖いな、当てがかまされますね、かみました、さあ、いやすごい、なかなか最初から長尺でよかったです、長尺でいきます、博士、はい、じゃあ僕から行かせていただきます、はい、僕はアントニオ猪木さん大ファンでね、あ猪木さん、5年前にですね、2002年の8月に、K-1 ダイナマイトっていうのが、これ開かれて9万人の観客動員して、これはもう今までの史上最高なんですけれど、で、まあ、ビッグカードがいろいろこう出たんですけれども、一番の目当てはですね、地上3000メートルからアントニオ猪木がスカイダイビングで降ってくるっていうのがあったりしました、はいはいはい、でもう俺は絶対見に行かなきゃいけないってリングサイドを取ってですね、もうリングのもうすぐ横ですね、でもう柵前ですよ、そこを取ってもう待ち構えてたんですよ、そしたら関係者に聞いたら、猪木さんは高所恐怖症でもうとにかく嫌だって言ってると、それでしかも夜中にスカイダイビングやるっていうのは暗闇の中に飛び込むみたいで、付き添いがいたとしても危ないからこれは危険だということで、もしかしたらハーレーダビッドソンで入ってくるかもしれないとか言ってて、あどっちになるのかなと僕も思ってたんですよ、そしたら午後7時になってアントニオ猪木のテーマが流れた途端、はいはいはい、今度ヘリコプターのがパタ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 って頭上を見上げると、今度はもう猪木さんが飛び降りてきてるわけですよ、したらもう観客もうみんな大拍手じゃないですか、でもう巨大スクリーンにこの猪木さんの顔がアップになったなったなった、そしたら猪木さんの顔がですね、もう完全に目は飛んでる顎が飛び出てすごかったすごかった、もうったもう顎をイサムみたいな顔になってる、怖いんだ目向いてるから、目向いてるから、それもうパラシュートでこう降りてきてる、でも観客はもう大ヒーローですから、いいのきいいのきってもう5分ぐらいかけてその大熱狂大拍手の中を降りてきて、リングの横にザザザザッとついて、それでまあ これを取ってですね、こうやってリングのサイドをこう来るんですけど、その時の顔ももういっちゃってるんですよその時怖い怖い、でこれリングに登ろうとした瞬間に僕リングサイドにいたんで、いのきって言った時に目があったんですよ、その瞬間に、バカ野郎なんで、なんで応援したのに、ただ9万分の1ですよ緊張ほぐしたかったんじゃないですか、で俺そのまま失神して、それでまあリングの上で元気ですかって言った時、一人だけ元気じゃなかった、本っていうかもう本人はね、地上 3000m からもう怖くてホッとしたんでしょうね、でももうたまらんかったね、どっかに逃がしとうってバカ野郎なんで俺だったのか、いまだに何してのバカ野郎なんだろう、それはじゃあ好きで見に行って、見に行ってんのかいいきます、さ あこうなってきたらもう吉井ですよね、はい、お願いします、吉井をね、出して
あ、カメラ。いやー、とうとう昭和の話ですね。はい、昭和の話聞きたいですね。ですね、はい、実は私はですね、はい、30歳から40歳まで、はい、森進一さんの専属の司会を10年間務めました。ね、はい、まあ、森さんがもちろん すごくいい、北の蛍とか、はい、冬のリビエラとか、ヒット曲がもうものすごいヒット曲を持っている時代に全国を回り、はい、それで、まあ、海外からも、はい、来てくれないかという、まあ、ブラジルは、まあ、私は行きませんでしたけど、ハワイ公演、ロサンゼルス、サンフランシスコで、まあ、ハワイ公演の私、まあ、一緒に行きまして、まあ、ハワイに泊まりますよね。で、森さんは大体、スイートルームの、まあ、一番上の27階か8階ぐらいのところの一番ペントハウスみたいな、そうです ね、そこ の一番、ビーチの真ん中ぐらいのところにあるいいホテルで、まあ、そこに泊まって、私たちもそこの会にね、はい、こうみんな泊まるわけですけど、まあ、付き人がなんか入ったばっかり で、うん、であるその、これから仕事の打ち合わせをしようとしたら、その付き人がいないわけですよ、はい、そこに、はい、どうしたんだって、うん、もうみんな探せって、うん、でも探すって言ったって会は違うし、どこ行っていいか分かんない、私なんかもハワイ初めてなので、ずっとまあ心配して待ってたらですね、なんか音がするんですよ、下から。その人だ、森さんが泊まってるちょうど下が付き人の部屋だったみたいです。そしたらそのベランダのですね、下のベランダからですね、26階ぐらいですよね、あのベランダに乗ってこうやってせーのパンって掴んで、そのベランダのあのこの杭ありますよね、あれを手すりを持ちながら上がってくんですよ、こうやって足で7階に7階にこうやってスパイダーマンみたいなもんですよ。これでみんな、お、何やってんだ、わーってもうみんなこんなになっちゃったわけですよ。何やってんだって、そしてそれからポンとここのベランダに降りてきて、イエーイイエーイ、怖い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 、それをみんな身震いがして、もうみんな黙ってるわけですよ。で森さんが、何やってんだ、何やってんだ、それなんか言わないでしょ。そういう感じですよ。そういう感じ、ほんまですか、そんな感じなんですね。そういうなんかもう、身体能力がすごい長けた、だからすごい痩せてて筋肉質で、筋肉質で背はそんなさ、まあ、中背ですよね。いや、森さんなんて言ったんですか。でも何やってんだよ。本これはね、はい、実はね、はい、森さんに電話して、はい、これ言っていいですか、はい、話、はい、そしたら森さんが、はい、あ、もう35年前の話だからもう言っていいよって、もういいよって許可をもらって、はい、今日はこれをね、話しすることにしたんだから。森さんに怒られたこととかないんですか、あんまり。あ、森さんにはやっぱりあの司会やっててこう、タイミングが悪いとか、いろいろご指導は受けました、ね。まあ、もちろんそれはそう、はい、どういうふうに言われるんですか。いや、それは森さんのあの感じで、まだ違うよ。いや、いや、やっぱり森さんに世話になりましたからね、やっぱりモノマネするっていうのは失礼じゃないかと。本当はもっとできるんですよね。もっときちんとできるんですけど、あえて下手にしてる、ね、許可いただいたから大丈夫じゃないですか、うんうん、こんばんは。全然ダメじゃない、全然ダメじゃない。あの、数年前なんですけど、はい、皆さんどうですか、あの、そやねんとかね、はい、こういうのよく、うん、大阪弁ですけどね、はいはい、まあ、こっちの人はそうだよみたいな、うん、はい、あの、そやねんとか軽くまあ言うじゃないですか、はい、大体すごく重くそやねんって言ったことってなかなかないんで、あ、そうですね、軽いですね。で、僕はもう過去にこの時だけはそれを言ってしまったんですけども、はい、あの数年前に、まあ、ちょっと、まあ、当時付き合ってた彼女と、はい、まあ、都内をこう、まあ、ドライブでもないんですけど、まあ、運転してまして、はい、でその彼女がちょっとあのコンビニ行きたいって言うんで、はい、ああ、じゃあ行こうか、でコンビニの前に僕車止めまして、はい、で、まあ、彼女が行くから、まあ、一緒に行くこともないんで、僕はまあ車で待ってるわ、はい、っていうことで、まあ、待ってたんですけど、はい、まあ、正直あんまりあの
かっこいい話じゃないんですけど、まあ、どうしてもやっぱこう女癖が当時やっぱり当時ね、当時なかったんですで、まあ、携帯は基本的に今マナーモードにしてるんです、うん、っていうのは、まあ、彼女といる時にかかってくるとややこしいので、ね、うん、まあ、マナーモードにしてるんですけども、まあ、彼女がトイレ行ったりコンビニ行くとやっぱりどうしてもちょっと確認をここぞとばかりに、まあ、ここぞとばかりにパッて見るんですよ。だからマネージャーからちょっと着信があって、うで、もうオフにマネージャーから電話の時点で、はい、もうバックバックしてるんですよ。これ何やろってこれ何やおかしいぞおかしいぞ、はいはい、で、まあ、まだコンビニから帰ってくる感じもないので、はい、ちょっともしもし、はい、何って言うたら、はい、まあまあある雑誌から連絡がありまして、はい、女性と二人でいるとこう写真撮られてます、うん、あ誰やってなったんですよとにかく誰やねん誰やねんっていうのがあるんです、はい、いつやいつやっていう先々週の木曜日です。先々週の木曜日、わからん、誰や誰やってもうわーなるんですよ。もう変な汗も出てくる。ほんならもうコンビニからもう彼女がもういそいそと出てくるんですよ。うわうわどうしようどうしよう、誰や誰や、ま、もう分かった、後で電話するってパッと切って、はい、とにかくうわどうしよう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 うわーって思ってもう一歩一歩近づいてくるんです。もうあかんと思って、はい、謝ろうと思って、はい、とにかく謝るしかないと思って、はい、で彼女がバタンって戻ってきた時に、はい、すまんと写真撮られたって言ったんですよ。先々週の木曜日写真撮られた。あ、私といた時だね。そうやねん。このそやねんは重かったです。ちなみにそれがまあ今の嫁なんです。おめでとうございます。おめでとうございます。びっくりした。はい、小籔。僕まあテレビとかでもあれですけど、まあ天然の方っていうのが、まあ、芸人にも結構多くていますね。ほんでみんなもうこの間あいつ天然でな、うん、あはははははって結構みんな笑うんですけど、僕あんまり天然の人好きじゃないんですけどそのまあ含まれば、ね、野生爆弾のロッシーと僕もずっとおったんで、はい、もうロッシーの話みんなキャキャキャ笑うんですけど、僕はもう飽きてるんですよ、うん、もうええとお前もそんなミスするやろ、だからお前はもういじられんねんみたいな僕も天然でいじられるの嫌なんですよとか言うけど、いやそうお前が悪いと言えば、まあ、飯島愛さんが、うん、本を出された時に、うん、こうピーク時にね、うん、すごい本が出てると、で俺その知らんわ、でもあいつは飯島愛って言わんと飯島直子って言ってて、飯島直子さん最近本出したんしてます、いや知らない、知らないんですか、知らないんですか、まあみたいなことを言ってきて30分ぐらい聞いたら、飯島愛さんやそれお前何言ってんねん、そうですそうです、ほんでみたいな、じゃあ次行くなみたいなことがまああったりするから、もう天然の人あんまり好きじゃないんですよ、一緒に降りたくないんですほんでHG と RG と僕下ネタラップのグループ組んでるんですけど、ビッグポルノっていう、ね、それで HG も RG もほんまに天然なんですよ、だから極力あんまり一緒にいたくないんですけど、まあそのユニット組んでますから、まあ仕方がないという、でバーでこう歌詞を作るんですけど、まあ、その下ネタラップですけど僕めちゃめちゃ真剣にやってますんで、打ち合わせしながらもじゃあこうかなとか、まあ、どうやろうとかこうずっと喋ってても向こうもはんはんってずっと煮詰まってきたんですよ、ガーッて煮詰まってきて、もう僕もちょっとイライラしてきたと、あかんちょっとこれもう一回休憩、いや飯食おうつ何食うつだ、僕はザルそば食うけどって言ったら、あ僕もザルそばで、な僕もザルそばでええの、どんぶりとかええの、いやじゃあいいです、なもうみんなザルそば3つでええねんなっつって、まあザルそば来て、で僕もこう考えながらずっとこう食ってたんですよ、ほんならまあ皆さんもあると思うんですけど、こう食べてたらこう喉らへんに物がこう詰まって、水飲んだらうんってちょっと痛なりながら流れることってないですか、こう食べてたらこの辺に残るみたいな、うん、そうなんで僕子供の時からあったような気がするんですけど、 HG がその時成り立てやったんですよ、そう今までの人生そのここに詰まる感じがなかった、最近出だしたと、それは僕知らんかったんですけど、それで HG はもうそれが病気ちゃうからと、その気管の病気じゃないかと常々思ってたらしいんですよ、それ僕も知らずにバーってこう考えながらこうザルサバーって食ってたら HG が
やってるんですよ、こっちで。別にもううわーとか言うこともなく、何してんねんこいつまた思いながら僕まで総額出たら、ほんなら水飲んで、はぁはぁ、自分では病気と思ってるから、僕らではもう日常のことなんですけど、あいつは病気を思ってるから、もう焦りながら、はぁはぁ、ほんなら RG もちょっと心配そうにこう一時の方見てるんですけど、もうええもうええほっとけ思いながら、僕は心の中でバーってザラそば食ってたんです。ほんならあいつまた、それが大きかったんですよね、さっきの痛みよりもさらに大きいのが来たから、ちょっと立ち上がってザルそばのこのつゆ持ちながらってやりだしたんですよ、千枚打ち合わせのとこで。そんな何やねん思って、ほんなら RG もそんな HG 見たことないから、あんな殻でかいのがってなってるから、おいおい何して何食うてん、いやそばやんそばですよ、まずそばですよ、食べてんのみんな見てますやん、左手もつゆのやつ持ってますやん、そばやん。で僕は心の中で思ったんですけど、もうほったらかしで、また天然の二人が何かやっとるなと、もうそばやん、おい何食うてん、そばやん、そばやん、ほんだら HG もそばそばやん、そばやん、答えてええやん、悪いやん、3人食べてるやん、何してんねん、そばやん言うてる最後ね、最後バッと言いましたほんまに慌てた時の天然2人のやり取りはほんま腹立ってさ厳しいよちょっとけど、だからテレビで見るもんですね、天然の方々というのは近くにおると不便なことしか見えない厳しい行きまーす行きまーすおおあ、10年ぐらい前に一緒にこう仕事してたディレクターから久しぶりに電話があって、ちょっと結婚すると、でちょっと結婚式来てくれないかということで、あ、日にちも挨拶じゃ行きますよと。でなんか今はそのバラエティーから離れて、まあ、ドラマ撮ったりなんかドキュメンタリー映像撮ったりしてるみたいな、で全然まあ畑違いのことで頑張ってるって話聞いて、ちょっと嫌な予感して出席者どんな感じかって聞いたら、どうやらもう俺の知り合いがほとんどいないと、そのディレクターの学生時代の友達とか 今やってるメンバーばっかり で行くのはいいけど、1個だけその座席をね、知ってる人の隣にしてくれと、なんかもう知らない人の中で2時間3時間いるの辛いから、それだけお願いねって言ったら分かったってことで、実際こう当日を迎えるんですけど、まあ、ちょっとギリギリに行って、あ、多分あそこが僕の席だなと思って係の人に聞いたら、あ、そうですと。で隣見たらもうオールバックでサングラスをしてる人なんですよね、うん、と思って座って確認したら白龍さんだった、それが。いや知ってる人とは言ったけどそういう知ってる人じゃない俺は面識も何にもないんですよ、仕事したこともないし、知ってるは、まあ、そういう知ってる、なんかちょっとそういう勘違いが生まれて、つまり白龍さんの横で俺はもう結婚式をずっと過ごさなきゃいけない、はい、あの大変失礼なんですけど、作品もほぼ見たことないんですよ白龍さん活動がもう何会話の会話の取れたりでしょ、大変失礼や、ね、大変僕がたまたま見たらいいですけど、会話のもう糸口がないんですよ、ね、どうしようかなと思って、でもなんかこう、まあ、とりあえずなんかなんとかね、天気の話してみたり料理の話をしてみたり、なんとかもうなんとか気まずい空間作らないようになんとか頑張ってた、はい、で中盤ぐらいでスピーチのコーナーがあると、で白龍さんが、はい、今日はこんな話してます白龍さんですって出てって、でなんかまあ僕おしゃべりがあれなんで歌いますって言って、なんか一曲わーって歌い出したんですね、でこの歌も全然大変してないですけど知らないんで、白龍さん本人の歌なのか誰かのカバーかすらも分かんないですよ分かんないです、僕って電気不勉強で、しょうがない、で、まあ、ハグルさんの歌が終わって、はい、俺何にも聞いてなかったですけど、なんか司会の人が今日はなんとお隣にお笑い芸人の渡部さんも来てるんで、スピーチお願いしちゃいましょうみたいな、え、全然聞いてないし、でもなんとなくこうこの仕事してるからいつスピーチ振られてもいいように普段だったらなんか考えるじゃないですか、結婚式って。でもその日はもう俺一日そのもう白龍モードなんで全然考えてないですよ、ずっとこの白龍さんとどうしようかしか考えてないから、スピーチも何にも考えないでいざまあまあ行くことになったんですね。でもこうなんか皆さんすごい期待の眼差しで、よしもうこれつかみのギャグで思い切ってどうも白龍ですって言ったんですよ、したら思いのほかバーン受けて、ああよかったバーン受けて、ああよかったってパパってスピーチを終わらせて、で白龍さんもしかして怒ってないかなと思ってちょっと気遣って、あのすいません、あのお名前をあのお借りしましたって言ったら、白龍さん全然いいよ、
すごい受けてたね、うん、ありがとうございます。あのさ、今のギャグさ、よそでバンバンやっちゃいなよって言われたんですよ。よそでできるわけじゃない白龍さんなしで俺白龍ですダイナミックすぎるじゃん。やっちゃいなよじゃないですよ。やっちゃいなよ白龍さん、それはよそでできないよって言われた優しい方だったんで、ね、どんどんやってくれるってことですね、ちょっとセンスがないのかなすごい優しいんだったよ、優しさです、はい、そうですね、持ち方ですかね、はい面白いですね、いいですね、いい感じでトントン。やっぱあのでもあの話が新しいですからね、私は昭和の話なんでそれはそれで、それは別に昭和がダメっていうことは白龍も十分古いですから、ね、白龍さんも一線です、一線です今も、はい、いきますはい、星来ました。これはどうですか、まだ行ってない人いきますか、あ、大輔行っときますか、じゃあ僕行かせていただきます。はい、あの二松さんの話して大丈夫ですか今うん、まあ大丈夫かな、三股又蔵、三股又蔵さんの話なんですけど、で3年前にあの俺大井龍馬をやろうと思ってると舞台で、はい、でそれで中岡慎太郎ちょっとやってくれへんか大輔って言われてて、でいろいろこう熱いこと言われて僕口説かれて、じゃあやりますっていうことになってたんですよ。ほんでまあ何ヶ月かして、ようやく決まったと、で最後の打ち合わせしようと、で飲みながらしよう言って、で下北のあのいいママがいるとこいるからそこ行ってちょ打ち合わせしよう言ってほんで行っていろいろこう打ち合わせしてたら、初めに言うてたことと全然違うんですよ。ほんでなんか腹立ってきて、腹立っていやもう初めに言うてることと全然ちゃいますやんと、うん、全然熱ないやんおっさん言うて、こないだ僕やりませんって言うたら、言うだったんや、お前何を言ってるんだ今さらと、お前はもう中岡慎太郎なんだぞといやそう言われても知らんな、最後の打ち合わせやしまだいけますよねっていう、そんな感じだったら僕絶対やりたないって言うから、いや何言ってんだお前、誰に言ってるんだお前なあおみたいになってほんでも何も少しなと思って、いやすいませんとただいや言う通りにやったあったら僕も絶対やりますと力貸しますと、そやけど全然違うと、なんかものすごいもっさいなんかちま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 してるやんっていう、ほんならもういいお前表出ろで、うわ何これ思って早く来いって言って出て行かはったわけですよ。で僕もしゃあないなと思って、まあ出たんですよ。ほんなら、お前は誰に言ってるんだ言うてバチーン来たんですよ。で言ったと思っきりなこいつはいやすいませんと、いやただ僕何発どつかれてももう絶対やらないですからって言うたら、お前、本当に言ってるのかお前お前はみたいな、また来たんです行ったと思って、2発来よったことは我慢やと、先輩やしすいません、でやるのかって言われて、いやなんで2発叩かれてやるんだよ始まってるやん、ね、ほんで僕はやりませんって言うたらもううんぐらいでラーって言ってまた来て、で3発来られた時にもう我慢できんようになって、僕も三松さんバーンどついてもうたんですよ。ほんなら三松さんあたー言うてバーン倒れて下北で、ほんでなんかちょっと泣き出したんですよでうわ何これ気持ち悪いと思ってバッと起き上がってきて、これを待ってたんだよ中岡って言ったんですよ気持ち悪いねほんま気持ち悪いね、あのごめんなさいもう僕違いますからやりませんから探してください他で、いやいいの入った中岡なんかものすごいなんか気持ちようなってるんですよもうほんでもう僕気持ち悪くて怖くなってきて、いやもう僕帰りますと、で僕絶対やらないですからって言ったら、ちょっと待って、なあやるだろうな顔かっつって、いいの持ってんじゃないかみたいな、ね、
で、いや、もう僕、もう嫌やからタクシーで帰りますって言ったら、じゃあ俺が送って行ってやると。いや、もう送ってくれんでいいです。僕一人で帰りますから。いや、じゃあお前の家の前で降ろして、俺はまた自分のところに帰るから、それだけやらせてくれっていう。いや、それももう気持ち悪いね。なんでそんな嫌がってんのにグイグイ来んのみたいな。いや、いいから乗れ。いや、いいから、いいから乗れっつって。で、僕、奥に入れられて、乗ったんですよ。で、まあ、どこどこまでって、その時住んでた僕の家に言うて、で、タクシーで行ってたんですよ。ほんなら、いや、ちょっとな、まあ、こういうことになったけど、ソープ奢ってやるよいらないです、ちょっと待っとく、行くからちょっと待っとくっつって電話して、あ、もしもし、いつもお世話になってます三又ですけれども、今からちょっと2人ダメ、あ、ダメですか、わかりました、またお願いします、はいはいはいって言って、じゃあ、まあソープ無理だったいや、ソープ行きたないし、いいですって、ほんで僕の家がちょうどファミレスの裏やったんですよ。ほんでファミレスのとこパッて着いたら、ええ、じゃあスープおごってやるって言ったらスープいらんスープいらんわいや、スープ飲もうで、いりませんスープもいりませんで、僕も帰ったっていう、まあ、そういう話、まあまあまあ、おなるはい、僕は6歳になる息子がいるんですけど、はいはいはい、でやっぱもう芸人ってこんなんで生活できてるんで、もうある意味奇跡じゃないですか、はいはい、だからもうなんかちょっとでもいい子に育ってほしいというか、うん、でいい大学行ってほしいしっていうので、いろんな教育を今やってんすよ、まあもう幼稚園年長なんですけど、もう嫁も熱心になって、うん、でいろいろ探してきたのが、藤井聡太君がどうやらちっちゃい頃からやってたチーク玩具があるとか、うん、で、まあ、カズって言うんですけど、カズやるって言ってやるって言うから、そのなんかスウェーデンかなんかから取り寄せるんですよ、で嫁が取り寄せていいっていうか、いいよって、値段なんぼっつったら7万って7万、高いな、飼育玩具7万なかなかのもんや、いやで来てみたら、なんか木があって、木の積み木みたいなのがあって、うん、そこのいろんな形のこう、うんうん、穴が開いてて、うん、で上から転がしたらどういう風に穴が落ちるかみたいなのを自分で考えながら作っていけるという飼育玩具、ああいや7万わかるけど、しかもそんなこんなんじゃないっすよ、もう14ブロックぐらい、14ブロックで7、いやプレイステーション4 3万ちょっとそう、ね、あんな VR とかえーとかなって大興奮の3万ちょっとで、まあ、14個の木が7 まあ息子のためと思って、そしたら息子はそれで遊び倒したら、やっぱ1週間ぐらいして飽きるんですよ、うん、追加パーツがある、なるほど、で追加パーツまたいくらって言ったら7万って言って、でまたスウェーデンから取り寄せたら、なんかこうボーンといったら一周なんかボールがするみたいな、これ一周コン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 って、これふんふん14 これ14 すごいやん、もう高卒初任給、まあまあまあ、高卒初任給っていうのがあったりしても、もうええわと思って、それも買って14万かけて、でスイミング生かして、でプログラミング生かして、そろばん生かして、全ての曜日全部埋めて、それ1年ぐらいやらして、この前息子に将来何になりたいんって言ったら、猫って言う猫猫だよ、あれこれからやろ、詰め込みすぎて人間やめたよって、これからやろ、こんなんやらしたりこんなんやらしたりこんなんやらしたりして猫まだ子供なだけです、そうほんまに猫になれるかもしれないし、なれない、無理です、なれないです、あ、坂東さんです、僕はとんでもないところでとんでもない結末くということもあるんですが、はい、入った時は、はい、騒がれて入った、はい、プロ野球から、プロ野球界、はい、球界入って、はい、だけど1メートル66センチで66キロ、うん、今とちょうど一緒ぐらいなんですよ、はい、身長も体重も、それで周り見たらこう通用するとは思えないじゃないですか、大きいですもんね、それでもう1年目からこれは無理ちゃうかなと思って、
だけども、まあ、走ったり一生懸命練習してたんですけども、敗戦処理ばっかりなんですよ。だからオールスターまでもう勝敗もつかないというか、ただ下がれて入ったからベンチにだけ入ってるという。それでずっとおったんですけども、オールスター過ぎたら1人減り2人減りたらみんな自由契約で解雇されていました。それで僕もそろそろかなと思ってる時に、あのバッティングピッチャーで行ってた時に、あのキャッチャーの吉田さんという方が、ね、ものすごいオールスターもよく出る素晴らしい方が、あの運の悪い方で、というのは長嶋茂雄さんというのは皆さん方は覚えてないと思いますけども、打つのがね一タイミング遅れるんですよ。あの普通の打者だったら投げたらカーンと打つじゃないですか。ところがあの方一瞬溜めてカーンと打つもんですから、この吉田さんというのはいいキャッチャーなもんですから前へ出て取ってくれるんですよ。だからピッチャーとしてもものすごく早く取ってくれたんで、早いという錯覚するんですよ。そんなもんだから吉田さんがこうパッと出たら、長嶋さんがちょっと遅れて振ったら後頭部を思いっきりカーンと殴ったんです。でそのまんま伏せて救急車が来て病院へ入院して、それで、あ、やらない、なんか出てこないなと思ったら、1ヶ月のうちぐらいに出てきた時、僕はバッティングピッチャーだったんですよ。そしたら吉田さんがランニングして、初めて打席入って、打とうとしたら1球目僕がこめかみにデッドボールあったんですよ。何してんすか、何してんすか、最悪、これでまたそのまんま救急車だったんですこの人は。いや、笑いごっちゃね、もう俺も笑いごっちゃないですけどね。ドキドキして、これで、その後敗戦処理ぐらいでは出てたんですが、まあ、また2週間ぐらいで出てきて、まあ、やってシーズンは終わった時にもう僕はこれは多分もうクビだろうなと思ったんですよ。自分のチームの、ね、キャッチャーにデッドボールを当てるわ、敗戦処理でも大したことないわって言うんで、もうそれで背も小さいし体重も、ね、ないしからって言って、もうよし、もうどっちみちクビだと思って、それでシーズンオフをぼーっとしとったら、あのちょっと飲み屋に行ってたら隣の紳士の方、あ、坂東さんじゃないですかって言うから、あ、そうですって。ここで何だったらこの人、あ、バンさんあれですね、シーズンオフは何してるんですか、いや、することないですから、もう僕もそろそろって言っとったら、ほんならちょっといっぺんうちの事務所へいらっしゃいよって言うから、ここで聞いて、住所聞いて行ったら、台東って分かります、あの遊戯機とか作ってた、ゲームの、はい、でそのそこがね、あのジュークボックスを、はい、ジュークボックスを売ってたんです。当時今のカラオケみたいなもんですわ。各旅館に行ったらもう100円玉入れたりしたら3曲ぐらい聴けるという、聴けるっていう。そしたら坂東さん、これ知ってる人に売ってこんかと、喫茶店やいろんなところへっておっしゃってくれたんで、あ、もう首身にもなるし、そんならまあこれアルバイトでちょっと覚えようかと思って、それから、あの、その当時は輸入品でした、全部、はい、新品じゃなかった、ラッカーできれいに掃除してね、それで、まあ、口はまあまあだったんで、はい、これで売りに行くんですよ、はい、喫茶店で2つほどポッと売りなんで、当時ね、70万から80万してた、あれ1台が、そしてマージンが、大きな声で言えんけど10万ぐらいあるんですよ、当時高校で7、8000円ですよ、初任給が、僕は騒がれて入って手取りの10万です。そんな時にそのジュークボックス1台で10万ぐらいですよ、そら力入れるやん俺は、いつ首になってもいけると思うし、ほいでまたちょっと頭、まあまあ小賢しい頭してるから、ほいでずっと売り、喫茶店よりも、その当時はあの新婚旅行は白浜屋とか別府とか熱海の、新婚旅行行くと、ほんならそこの旅館へ行きゃええっちゅうんで、南紀の方へ、紀州の方へ、名古屋からずっと関西本線乗って売りに行くんですよ、あの長島屋とかいろんな旅館へ、これが売れて売れて1回行っただけで7台売れたんですよ。ここはうまいでしょうね、もう発注7台ですよ、ほらもうこれだったら次から次は下呂温泉やみんな行こうと思って意気込んどったら、また呼び出しがあって、台東から、関東さんちょっと来てくれ、どうした、えらいクレームなんだと、あんたが売ったところの旅館から全部、いやそんなん言ったって俺知らんやんね、それは機械が悪いんじゃないですか、そうそうそう、ところが売った場所が悪い、全部海辺だったんです、はい、そしたらその当時そのジュークボックスはドイツ製なんですよ、だから潮風に弱いんですよ、ほんな俺打ったん全部浜辺ばっかりやん、これ潮風で全部止まるんですよ、音が回らないレコードが、それで坂東さんすいませんけど、あの保証してもらいたい、何を言うてんねんやっちゅう、あの台東の思い出ですわ、だから大体ろくなことがないんですよ僕ね、完全にろくなこと仕上がれ、鉄の花も風で飛んできたんですよ全部風です、全部風や、ねえ
情けない。だからもう素人の商売はあかんですね。バンドさん悪ないですもんね、別にそれは。知らんもんね。さあ、はい、いきますよ。あら、大輔また来ました。はやっ、ちょっと待ってください大小のノートの意味が分かんない。1個にできると思う。フラッシュ合わせてる。同じ大きさにしたらいい。あのこれ天素の時の話なんですけど、天然素材、はい、はい、天然素材の時の話なんですけど、まあ何年かやってて、あのよう頑張ったと。で、あのその吉本の上の方に、うん、でちょっとこうあのみんなでじゃあサイパン行こう言って、はいはいはい、でサイパンみんなで連れてってもうたんですよ。ほんで僕らも20とか21ぐらいやったんで、もう着いた瞬間にもうテンション上がってみんな飲みまくったりいろいろしてたんですよ。で夜にあのみんなでわーって飲んでる時に、あれ木村君はバッファローゴロの木村さん、あれいい日になって言うてて、でまあええやん言うて、ほんでみんなでその初日の夜はみんな楽しい飲んでたんですよ。で次の日の朝に僕パッて目覚めて、じゃあバイキング行こう言って、でバイキング行ったんですよ。ほんならあのバッファローゴロの木村君がいたんですよ。でいや木村君何してたの昨日みんな楽しい飲んでたのにって言ったら、いやあの13時間ぐらい寝ててんって言うて、いやもったいない言うて、3番来て初日に13時間寝るってアホちゃうか、いや分からん寝てもんねみたいな、落ちてもんねみたいな、あーそうなんや言うて、落ちてもんねでね、で、あ、で、こうなんか喋ってたんですよ。で、僕まだバイキング撮ってなかったんですけど、木村君さっき撮ってたんですよ。で、食べながらずっと僕が昨日ね、こんなことあって、こんなことあってね、って喋ってる時に、ずっとね、なんか食べながら、アメリカのヨーグルト酸っぱいわー。はい？アメリカのヨーグルト酸っぱいわー、言うんですよ。で、なんなんアメリカのヨーグルト酸っぱいって。いや、違う、そんなんどうでもええから、言っていろいろ喋ってたんですよ。ほんで、ほんで、僕じゃあちょっとすみません言って、あのちょっと取ってきますわ言ってバイキング取りに行って、ほんでこう一通り取った時に、あヨーグルトある言ってたなと思って、僕もヨーグルト食べたいなと思ってヨーグルト探しに行ってもどっこもなかったんですよ。あれヨーグルトないなと思って、ほんでサラダバーのとこ行ったら白いのがあったんですよ。まさかまさか、そのまさかのドレッシングをヨーグルトだろ、ずっと君らくんって言って、アメリカのヨーグルトが酸っぱい違うでって言って、ドレッシングが酸っぱいねんでって言って、えマジでみたいな、そんな寝ぼけたな、寝ぼけたわ。さあ、あじゃあもうちょっともう短めになっちゃうんですけど、はいはい、まあちょっと他局で申し訳ないんですけど、あのガキの使いって年末にあの僕ら笑ってはいけないっていうのをやってましてね、であれであの日本テレビからあのなんかこうなんかグッズが出てるんです。でこういうボタンがあって、でこれ押したらババーンってなって、あのいろいろ何々アウトっていろんな人の名前がこうでランダムに出てくるこのおもちゃがあって、でまあまあせっかくもらったんで僕部屋にまあ置いてるんですよ。うちの娘があの入ってきてね、それを気に入って結構何回も押すんですけど、はいはいはい、なかなかの確率で、はい、浜田アウト。たまたまね、たまたま、まあまあ、確かになと思って。セーフセーフ、たまたまセーフセーフ。あ、山口、はい、僕映画に出演したことがありまして、はい、でその僕以外の人がほんまに結構有名な役者さんばっかり で、うん、であの映画の台本に書いてある役の順番って結構その役の重要さに比例する部分あるじゃないですか、うん、ちょっと台本順に言わせていただくと、うん、山田孝之、小西真奈美、牧陽子、池脇千鶴、二階堂ふみ、山内健二、僕やったんですよ。でちなみに僕の後が水森アドさんやったんですけど、すごいラインナップの映画来たなと思って、で台本もらって見たら山田孝之さんの会社の同期役やったんですよ。結構大事な役で、でまず
衣装合わせがあって、うん、で衣装合わせに行ったら、うん、あの監督がちょっと衣装合わせって言ってたんで急で悪いんですけど本読みさせてもらっていいですかって言われたんですよ、うんうん、で一応台本読んで役のイメージ掴んでたんで、うん、あいけますって言ってでちょっとあの本番までに固めてきてほしいんでじゃあ本読みさせてくださいって言われてで返しここ返させてくださいって言われたシーンがあの僕が山田孝之さんに胸ぐらを掴まれて、うん、あのこと言ってないだろうねって詰め寄られるシーンやったんですよ、うん、でそこで僕が分かってるってそんな顔してたらお嫁さんに嫌われちゃうよって言い返すとか言って、うん、で本読みなんですけどこれ照れたらまずいんやろうな思って、うん、一応自分のイメージ通りにやろう思って分かってるってそんな顔してたらお嫁さん嫌われちゃうよって言ったんですよ、うん、そしたら監督がはいちょっと違いますって言われてでそこでまずはずってなってはずってなってもうだいぶクラクラってなったんですけどそこでその間違ってた感出したらまずいと思ってあそうですかあのどういう感じでやってほしいんですかねみたいな感じで言ったんですよそしたら監督があのこうしてくださいこうしてくださいあその喋り方が一番近いんで当日までに固めてきてくださいって言われた喋り方が分かってるってそんな顔してたらお嫁さん嫌われちゃうよってほぼ熊野プーさんやったんですよあこれですかと思って当日までにそれを固めてきてくださいなで分かりましたって言って当日までその喋り方で練習してで本番迎えて山田孝之さんとの最初のがっつりしたの絡みのシーンがその本読みのシーンやったんですよでまずリハーサルやったんですけど、うん、あの役者の方ってもうリハーサルからの全力でされるじゃないですか、うん、あのもちろんなんですけどで僕もここはもう照れたらあかん思って練習してきたもう全部出そう思ってで山田孝之さんに胸ぐら掴まれて、はい、あのこと言ってないだろうねって言われて、うん、僕は山田孝之さんに、はい、分かってるってもうこんな顔してたらお嫁さん嫌われちゃうよって言ったんですよ。した監督がはいオッケーって言ったんですけどあの山田孝之さんが僕の胸ぐら掴んだまま監督の方見て、うん、えいいんですかってふざけてるのあの知らん芸人がぶっこんできたと思われて家庭知らんからな急にかましたみたいになっていや台本通りやってるんですかなり、はい、やりよったなみたいに山田孝之さんこいつやりよったなやりよったないな受けよう思ってやった思う僕は監督の指示通りにやったんですけど山田孝之に嫌われちゃったね結果そうなってしまったんですねいやー滑らんねあーよかったまだね全然出てない人いるんで。あ、大輔。この間朝僕ベロンベロンになって、うん、あの渋谷歩いてたんですよ。うん、でこうベロンベロンでこうって歩いてたら、うん、急になんかこうってなったんですよ。こう、ほんで、うん、何やろこれって思ったら、うんうん、めっちゃ臭い匂いしたんですよ。うん、あの生ゴミ腐ったみたいな。うん、で急にプッってなった。思って、うん、何やこれ誰か芸かけよったんかなと思って探しても誰もいいんし何やろと思ったら、うん、カラス止まっとったんですよ、うん、で「お前のババかほら」言うたら「カ、うん、ー!」お前がか!」言うて「お前ババかけんなボケ殺したのかほら!」言うたら「カー!」言うてそれお前言うたら逃げようらへんのっすよ、うん、おお怖いなでお前殺したのかこっちかほらお前「はい!」やってたんですよ。ほんなら、うん、後ろから、うん、おい、てめえよりよ、渋谷のカラスの方がえれえんだよ言われたんですよ。ほんと、なんやねん、誰やねん、思ったら、うん、こんなバンダナしたやつやったんですよ。うん、で、なんか、革パンみたいなやつで、うん、おい、来いよ、こっちとか言われて、うん、ちょっと待って、今と思って、今、なんでと思って。ほんで、ちょっと怖いし、ちょっとパッパッと言って、今、ババかけられたんじゃって言うたら、うんかけられて当たるめえだよお前ちょっとこっち来いよ言って もうどうしたらいいかわからんかったんで、うん、俺ずっとこうどうしようかなって考えたんですけど、うん、最後もう思いっきり、うん、はぁー言って帰ったどうなんや
言うて帰ったって、最後思ったよりこうええー、か出へんかったうわっうわー今やった邪魔くさいねお前これはなんだこれ、うん、前あのとあるあのロケなんですけども、はい、あのドッキリですよはっきり言って、だから、はいはい、あのうちの相方の、うん、まあ正直お袋が出てくるみたいな、うん、みたいなの、うん、はい、のがあったんですね、うん、それはもう僕らは内緒にこっちでこっそりこっそりやってたことなんですよ、うん、まあ当日、うん、本人は何も知らないわけですよね、うん、いよいよもうこっちとしてはワクワクドキドキですじゃないですか、うん、上田がびっくりするかも、うん、したところ、うん、もう AD とフロアディレクター何かこう前いるんじゃないですか、その内緒でってこう言ってたやつが、うん、カンペにそのお母さん登場前何秒前みたいなのをこう書いてあるわけですよ、うん、うわーと思って、うん、やばい上田見ると思ったから、うん、こう前ことごまかしつつの、うんねえ、カンペが、ねえ、カンペが、とか、カンペちょっと、おい、ちょっと、おい、おい、とか言ってやってたんですよ。うん、ただもうほら、スタッフも鈍感だから、うん、そういうのギャグだと思ってるから、うん、え、なんか、ははなんかいじられてると思ってる。スタッフなんですよ。したら、そのフロアディレクター気づいて、お前とか言って、うん、揉めてるわけです。フロアディレクターが AD を、うん、そのカンペが、お前がいけないんだと。うん、で、すいません、みたいなやりとりがあるんですけども、うん、こっちは進行してるから、うん、もうどっちもやってるわけですよ。だから、うん、お前ちゃんと、はっはお前ちゃんとその、お前、はっはっはすいません、はっはっはみたいな、もう、うん、だからもう全然、もうその笑いが伝わってこないから、うん、っていう話ですね。皆さんのニュアンス伝わってないと思う。ただ僕はその現場にいたから超面白いです。超面白いです。絶対おかしいんだけどな。そこに家が。はい、ジュニア結構来るよ。やっぱり人今日少ないからね。まあちょっと前に仕事終わって、うん、ほんで終わって出たら、うん、タクシーをね呼んでくれてはったんです。うん、はい、ほんでその運転手さんが、うん、その中座ってもうてたらええのに、うん、表立ってね、うん、後部座席のとこ立って、うん、ほんで俺見て、うん、お待ち取りました言って開けてくれはって、はいはいはい、頭お気をつけください言うとこうガードしてもらって、はいはいはい、すいませんで乗ったら、うん、閉めさせていただきますって閉めはって、うん、ほんで運転席回って、うん、シートベルトして、うん、何々タクシーの何々ですと、うん、行き先がどこどこって聞いておりますけれども、そこちらでよろしいでしょうか、ね、それうちの家なんですよ、うん、そこから20分ぐらいなんですけど、うん、あ、そっちでお願いします、道順などのご指定ございますでしょうか、うん、ってものすごい丁寧なんです、うん、でいや道順お任せします、あ、そうですか、では発車させていただきますって言って、車内の温度はいかがでしょうか、あ、すごくいいです、ちょうどいいです、あ、わかりました、もしも何かございましたらいつでも何なりと、うん、お申し付けください、うん、ってそっからも一切無駄な喋りなし、うん、もうずっと運転に集中、うん、ああなんか気持ちええ運転手さんやなと思って、うん、で15分ぐらいずっと沈黙、うん、あと5分ぐらいで家着くなぐらいで、うんうん、一つだけよろしいでしょうかジュニアさん、ジュニアさん、うん、ジュニアさん、うん、もう一切僕にも気づいてない感じやったんですけど、うんうん、一つだけよろしいでしょうかジュニアさん、うん、お、はい、なんすか、いや実はですね、私15年ほど前に飯倉片町にありましたデニーズで、うん、ジュニアさんが一人でランチを食べておられるのを目撃したことがございます、うん、15年ぐらい前僕あの近所住んでたんですよっつって、うん、あ、言ってたんでしょうね、多分、うん、そうなんです、私も実は京都から出てきたばかりで、うん、ずっと関西でジュニアさんの活躍を見せていただいておりましたので、うん、たった一人でファミリーレストランで食事をしてはる千原ジュニアさんに本当に私驚いてしまいまして、うん、当時若かったということもありまして、うん、ああ千原ジュニアやんけ、お前こんなとこで何一人で飯食うてん、お前大阪でテレビめっちゃ出てたのに東京で全然テレビ出てんやんけ、もっと頑張れよと声をかけてしまいましてだいぶ変わった、えっ、
その2ヶ月後にですね、六本木の交差点を女性と歩かれているジュニアさんを見かけまして、もしもこれが大阪、例えば御堂筋なんかでジュニアさんが女性と歩いておられると、当時の活躍からもうすごいパニックになるところを、あの東京ではもう誰にも気づかれず歩いてあるのを見て、僕はすごく悔しくて、そこでまたですね、若いというのもありまして、わジュリエンギお前何女連れて歩いてん、そんなことだろお前、完全に東京進出失敗してるんけ、もっとテレビ出ろよと声をかけてしまいまして、本当に申し訳ございません。いやあんたの本質そっちやろ。脱げ脱げやその猫。今が絶対嘘やもんな。絶対嘘や。落語上手すぎるやろ。すごいよな、ほんま。神下が。さあ、行きます。何話そうかな。ここへ来て、この間ジャニー、僕はこの話したことないんですけども、ジャニーさん、うちの社長の誕生日会っていうのを滝沢くんかなんかが仕切りでやったのかな。で、中居くんもいかがですかって、別にいいけど、どんなメンバー来んの、上はマッチさん、東くん、岡本くんで、次は僕ぐらいで、あと下はセクシーゾーンまで全員来ると。ほんで行ったんですよ、で行って、まあまあ、ほんでジャニーさんがいて、ああどうも、まず後輩がわって来て、もう大丈夫、ちょっとまず先輩からって言って、ジャニーさんがいて、ジャニーさんいて、マッチさんいて、東くんがいて、岡本くんがいてって、で僕は岡本くんって男もっと男もっと、で僕は挨拶して、どうもお待たせしますね、ジャニーさんでおめでとうございます、マッチさんどうも、東岡本です、で後輩たちもでバッと座って、でテーブルがあって、そこにね60、70人ぐらいいたのかな。でジャニーズジュニアなのか、それからもうデブセクシーゾーンの下でもデビューしてるんだけども、まあ僕は無知なところであんま顔も分かんなくて、で誰なのかなと思いながら、でもここはジャニーさんがいて、両脇に東くんがいて、マッチさんがいて、岡本くんがいて、でその端にちょっとね、やっぱりジュニアっぽい子がいたんですよ。でこいつがなんでそこに座ってんのかと、そっち側で、でも、まあ、これから出る人間なのか、新人なのか分かんないけど、でも、まあ、ジャニーズジュニアなのか、もうデビューしてる子なのか、でもそこら辺にも、まあ、ジュニアっていうか分かんない子がいたりして、まあいいか、でもそっち側に座るのはおかしいんじゃねえかなと思って、でもマシさんいるし、東君、ジャニーさんいるから僕は怒るわけにはいかないし、こういうのは下が誰かが直接の直の先輩が言わなきゃいけないんじゃないかと思いながら、ほんでなんかっつって雑談なんかしながら、ちょっとじゃあみんなちょっと席変えようかみたいな。で隣に太一がいて、お前さ、俺分かんない、あいつ誰だと、太一、国分太一、直の方がだと、あいつ誰だと、お前が、俺が言ったらちょっと分かんないから、トゲがあるから、ちょっとお前、いやお前も言ってもちゃんも上の方だよなって、誰かいないのか、あそこの隣で、ほら、今飯食ってるぞになって、俺ですよ、こっち側だと。なんであっち側にいるんだっつって、で俺に挨拶もしてないと、なんだあいつさって誰なんだっつって、俺は腹立つなっつって、やめてくださいよっつったら、マイツさんが来て、お前どうしたんだよ中井って、イライラしてんだこんなところで、いやいや僕はそんなことないんですけども、お前さ、こういうブレーコーなんだからさ、ガチャガチャすんじゃねえよ、ジャニーの誕生日なんだからよっつって、すいません、何があったんだ、いや別に全然いいんですけども、あそこの一番端のなんかガーキン、僕分かんないんで挨拶もしないですし、なんであっち側に座んのかな、誰かやらなきゃいけないんじゃないのかなと思ったんですよ。俺の息子。気まずやば。本当に分かんなくて、俺の息子。すいませんつって、でマッチさんが、おいつって、仲いいって、挨拶したかつって、してないつって、あ、挨拶まだでしたね、あの中井と申しますとこ、そうそう、ちっちゃい、この人ずっと僕の顔怖い顔で見てた。いやいな、本当に地面に着いたよ。わかる、一応多少見たわかるやろ、顔が出てるのか。でもジュニアが、いやジュニアもいたりだとか、ブレーコーだからいいんだけども、まさかマジで子供いると思わないでしょ、小学校4年生ぐらいなのかな、ずっとこの人怖い顔で作られてるやん、困っちゃう、困っちゃう、困っちゃう、小石田純一みたいな。
さあお時間の方が、はい、ハンバーグ師匠が僕まだ師匠がそうなんですよ、初登場だよね、初登場です、焼き上がらず全然焼き上がらず、ちょっとねだいぶこねては来たんですよ、ね、これ誰ですか、やっぱ喋った人の方がお金とかもらえる、あギャラみたいなのあるってことですか、いや、そういうことはない、関係ない、関係ない、一言も喋れないでお金もらうこともある、ちょっと待ってください別にそう俺があえて喋ってないわけじゃないですよ喋ってオンエアされないでもらうこともあるの、僕はまだ喋るつもりでいます。まだまだ喋るつもり。出たらそれ。星出たら行くと思ってます。星出たら俺行かせろよ。いや、どういう気持ち、一言も喋らせない。本当だよ。うん、分かった。はい。面白いっていうか、まあ、すげえっていう方がちょっと上回っちゃうような話なんですけど、はいはい、あの僕さっきもご紹介いただいたんですけど、暴走族を、はい、愛知県のもう本当田舎の方でやってまして、はい、であのその当時に仲良かった上ちゃんっていう友達がいるんですけども、はい、上ちゃんがあの僕のことが大好きで、はい、あの僕に毎回こう改造車をこう見せてくるんですよ、はい、トル君今回こんな改造したから見てよ、もう電飾がすごくて、はい、で僕もすごいね上ちゃんって言うとへへへって喜ぶ、はい、まあ、バカなやつなんですよ、はい、で ある時、はい、まあ、黄色とかピンクとかに塗ってくるんだったら分かるんですけど、はい、あのロケットカウルって言いまして、はいはい、ヘッドライトのちょっと分かりますか、ヘッドライトのところにこうついてるカウルなんですけど、はい、それを6メーターぐらいぶち上げてきました上ちゃんこれすごいだろすごいだろトールちゃんもうすごいとテンション上がってきてで、あのここまで頑張ったんだからあの上ちゃんを先頭にして走ろうほうっていう話になって、はい、まああと上ちゃんのライトが高すぎて前が見えねえっていうのもあったので後ろから照らさなきゃいけないんですでそれで上ちゃんを先頭に僕ら走るんですけども、はい、もう本当に田舎なんで、はい、もう畑道ばっかなんですよね、はい、街灯も全くないような、はい、真っ暗な畑道をブワーッと上ちゃんを先頭に走ってたら、はい、四つ角がありまして、はい、そっから車急にドーンって上ちゃんに、はい、完全に車が悪いんですけども、はい、朝5時ぐらいになったら弟が、うん、トール君昨日の事件新聞出てるよ、バッて見たらあの事件が出てるんですけど、うん、運転手の証言で、うん、未確認飛行物体と激突ってからライトが高すぎて引っ掛かるはい引っ掛かるまあね現実にあれへんもんやからねはい、はい、さあどうですか、うん、はい猫くん行きますか、はい、僕行きます、僕あの2年前に、うん、あのテレビの仕事で、うん、東京マラソンを走ったんですね、あ、はい、で僕その時のまだ今あの2時間半でフルマラソン走れるんですけど、うん、その時まだ遅くて3時間18分ぐらいのタイムだったんですよ、うん、で番組の企画で猫ひろしがタレントの中では速いのは分かる、はい、でも普通に走っても速いだけど面白くないから、うん、もし3時間切って走ってほしいって言われて、これ3時間切るっていうのは市民ランナーの中で通称サブ3って言われてて、結構これを切るのと切らないとでもうえらい違いなんですよ、3時間切ったらもう神の領域って言われるぐらいのすごいタイムで、もしこれ番組中に3時間切れなかったら、芸名の猫ひろしから本名の滝崎邦明って言うんですけど、滝崎邦明に変えてほしいって言われたんですよ。で結構なんか文豪みたいな名前してるんでそんな滝崎邦明が、ね、確かに、はい、全然イメージ変わるもんね、にゃーとかやってもそう何のことか分かんないんですよ、ね、はい、ね、でこれちょっと死活問題だなと僕思って、もう当日までにもう体すごい作って、スタートラインにベストコンディションで僕立ったんですよ、うんうん、これいけると思ったら、うん、その日の天候が大雨だったんですよ、うん、で最高気温が2度だったんですよ、これもなんかバッドコンディションでも最悪で、でももうこれもテレビも回ってるし、僕もう絶対に3時間切ってやろうと思ってスタートしたんですよ、そしたら僕は15キロぐらい立ったところで、あまりの寒さでおしっこ行きたくなっちゃったんですよ、もう寒くて、でこれどうしようと思って、そしたらちょうど僕の横に宋兄弟の宋武さんの息子さんが偶然横にいたんですよ、で僕知り合いだったから、宋君は僕なんかよりも全然もう実業団で活躍されてた選手なんで、宋君俺ちょっともうおしっこ我慢できないんで、まだ結構時間あるし、今おしっこさって行ってきていいよなったら、宋君が猫さん絶対行かないでください、これ今日寒いし今こんな時におしっこ行ったら猫さん足固まって
絶対に3時間切れないです。で僕あの足固まる。ちょっとこれでもじゃあ総君どうすればいいのって言ったら、総君が猫さん乱ションしてくださいって言うんですよ。これ乱ションっていうのは、ランニングでしょんべんする。乱ション。なるほど。やむをえんねん。乱ションって言われてるんですよ。でもう垂れ流してくれ。でも総君が言うんだったらもう僕もやってやろうと思って、でも僕は初めてのランションだったんで、20キロから30キロにわたって、僕は力の加減が分からなくて、こうセミみたいにちょ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 、4回に分けて僕押し越しちゃったんですよ。でもそういうことがあって僕は無事3時間切れたんですよ。2時間55分でゴールして、結構感動になって、芸能人で初めて切ったってことで。でも実は言えない話がありまして、僕さっきランションした時に力の加減が分からないって言ったんですけど、僕力の加減が分からなすぎて、僕ランションじゃなくて乱噴しちゃったんですよ。乱噴こっちもや10円玉ぐらい の固形物が出てきてで、これ物体ですし、匂いもすごいから、固体やからね、どうしようと思って、それこうかばいながらこう走ったらなんか競歩みたいになるんで、これ絶対3時間切れないなと思って走りながらずっと考えたんですよ。そしたらちょうど僕寒くて手袋してたんで、この手袋をトイレットペーパー代わりにして、それお尻を拭いてどうにかこたなきゃ消えたんですよ。で誰にもバレないように路肩があったんで、そこにパッて吸ったら、その時に番組の企画で箱根駅伝の大学生が伴走で一緒に走ってくれたんですよ。でその大学生がすごい基準でいい子で、僕が手袋パッて吸ったら、そいつがパッて吸って、猫さんこの手袋もったいないから取っときますからって、だから僕訳聞かなくていいから速やかに捨ててくれって言ってそういうことがあって3時間切ったっていう。いろんなことが実は。これは分からんわ。乱ション、乱ション、初めて聞いた乱ション。Google の検索、うわーランションですよ。ランプン、ババタレ猫やんか。その時だけですよ、ね、はい、最後にしますね、はい、ほしゃん。僕この前実家帰ったんですけど、実家は本当に南海電車でかなりもう南の方なんで、ずっと乗らなきゃいけないんですよね。で難波から乗って、ほんま混んでたんですよ。ほんなこの端っこから2人目のとこ座れて、座ってたんです。まあ道のり長いんでこう寝ようとしてたんですよね。で新今宮に泊まって、ほんなここの僕の両サイドの2人がパッと立ったんで、こっちに寄ろうかなって思ったら、もうおばさんが2人入ってきてパッと両隣に座ったんですよ。ほんでもうその人ら知り合いなんですよ。だから待ってくれたら僕寄れたし、で話しながら入ってきて自然に座ってまだ話してるんですよ。ほんでこれも今更言えないなって思って、こう後ろにもたれかかって、もうここで話さそう思って、こうずっとこうやってたんですよ。でこうずっといてたら、ずっとやっぱその井戸端会議みたいな、やっぱおばさん、大阪のおばん同士なんで、あそこの息子さんが大学行けんと専門学校行ったやで、誰誰みたいなのをずっと話してるんですよ。で駅の間隔が長いんで、駅着くまでは我慢せなあかんなって待ってたんですけど、やっぱもう話は尽きないんです、その噂で、どこどこ誰誰っていうのがあって、でこっちのおばさんが、あそこの人もうすぐ離婚するって聞いたでって言うて、誰よ、いやそんなもんなんか私言うたって言わんといてな、え、うん、教えてって言って、こっちの人がギュッて寄ってきたの分かったんですよ。もう鬱陶しいなー思ったら、僕の耳に坂田さんって言って、うわっあかんかん、びっくりして急に急にでかい声、急にやもん、急にでかい声で坂田さん、びっくりするな、びっくりします。普通に僕に変えてくれ、変えてくれでもないやろしね、そのまま。まあ大阪のおばちゃんらしいっちゃらしいかもしれない。さあ、かっちゃん。ああそうですか、はい、横綱輪島、貴乃花さんとか北の海さんと名勝負を作った輪島さん、僕すごく仲がいいんですよ。で飲みとかも行くんですけど、ちょっと天然というか、大きすぎてこだわらないっていうか天然なんですよ。その輪島さんが
横綱だとプロレスラーになったんです、うんはいはいはい、でデビュー戦がタイガージェットシーン、そのデビュー戦の視聴率っていうのは歴代1位なんです。あ、そうなんや。でその試合前にですね、まあ基本真剣勝負ですけど、一つだけタイガージェットシーンのお約束があるっていうことを聞かされてたんです、うん、タイガージェットシーンは試合が始まったら、うん、まず相手を場外に出す、うん、で鉄柱のところにガンってやると、うん、でお客さんを溶かして椅子を取って、うん、椅子を振り上げて叩くと。けどそれもタイガージェットシーンがお客さんを盛り上げるための唯一のお約束だと、うん、椅子を振り上げるけど、うん、左側に下ろすんで避けてリングの中に上がってください、はい、そっからが真剣勝負ですって聞いてたんです。で分かりましたって和島さん入場して、うん、ゴングが鳴ったらやっぱタイガージェットシーンが来て和島さんを外に落としたんですって。で鉄柱のとこガーンってやられて痛いと思って、うん、タイガージェットシーンはお客さんをどけて椅子を持ち上げた。で左って分かってたけど和島さんはタイガージェットシーンから見て左か自分から見て左か分かんなくなった。あれ左って聞いてたけどどっちになってたけど、もうタイガージェットシーンはもう振り上げてるわけですよ。で一か八か避けたらそっちに椅子が来て気絶したんです。最高視聴率それは取るな。その和島さんがプロレスラーになった時に一番いじめたっていうか強く当たったのが天竜さんだったんです。要は和島さんっていうのは横綱で入ったからすぐスターになったんです。天竜さんも元相撲取りで入ってプロレスラーに入ったんですけど、めっちゃ苦労して上に上がっていったんです。で先に天竜さんが来て後から和島さんが来てスターになったわけです。だから天竜さんと和島さんっていうのはほとんど毎日シングルマッチとかタッグマッチでぶつかってたんですけど、とにかく天竜さんがめちゃくちゃ殴る、叩きつける、で最後は顔をバカバカ蹴るんですよ。サッカーボールキック、ね、サッカーボールキックっつって10発20発和島さんの顔を蹴るんですよ。でもそれ毎日和島さんがボコボコにされてたから、プロスワーはちょっとずつ和島頑張れになってきたんですよ。で和島頑張れ和島頑張れってなってきて、テレビ中継の日にタッグマッチ和島組対天竜組がテレビ中継されたんですよ。でお客さんたちももう和島頑張れになってるんですけど、試合が始まったらまず天竜と和島なんですけど、うん、もう天竜さんめっちゃ強い時なんで、ボコボコなんですよ。グーでまずボコボコにして、で何回も叩きつけて、でいつものように顔をバンバン足で蹴ってたんですよ。であもうまたいつものようにこれでボコボコで終わりだっつって、天竜さんがもう最後いつも決める時ブレンバスターなんで、ブレンバスターで投げようと思ったらボコボコにされた和島さんが耐えたんですよ。あんなボコボコにされてよく耐えるなと思って、うん、和島さんが切り返したんです。切り返して天竜さん投げたんです。そしたら会場中がうわーってなって、でテレビ見てる僕たちもうわーってなったんですよ。和島頑張れんなったんです。実況のアナウンサーも興奮して、和島怒った和島反撃だーって叫んだんです。それ和島さんフラフラになって立ち上がって、自分の仲間のとこに行ってタッチしたんです。どうすんのかなと思ったら、輪島怒りのタッチ、怒りのタッチ、輪島怒りのミラクルタイム。うそ、何それ。めっちゃだったんです。おもろ。いきます。はい、まあ、さあ、お、あ、稲が来ましたよ。はい、ありがとうございます。やっぱり僕はこういう見た目ですから、はい、普段の生活でもやっぱりいろんなこと起きまして、大阪にユニバーサルスタジオジャパンというテーマパークがあるんですけども、そこは本当に楽しいところで、はい、もう きっとみんな行った人はいい思い出ばっかり作って帰る、はい、とこだと思うんです、はい、ただ僕の場合はそうではなくて、バックドラフトというアトラクションがあるんですけども、はい、それは消防隊員の映画、はい、バックドラフトという、それをモチーフにしたアトラクションで、うん、まあ、なんか乗り物に乗ってとかではなくて、うん、火事の現場を再現したなんかそういう火のショーを見る、うん、はい、だけど安全な、迫力あるけど安全なアトラクションなんです、うん、でそれ僕一回入りまして、で出てきた時に入り口付近で修学旅行で来てる男の子たちが制服着た、うん、
これは何やろうか、危ないやつとちゃうんやろうかみたいな不安げにこう喋ってたんです。でもあの彼らの中でせっかく来たしよし入ろうと決意が固まった時に、僕がその出口の方から出てきたもんやから、その子たちがあ、やっぱダメじゃんこれ燃えとんじゃん ということもありましたし、こんなんずっこい。あとそのハロウィン、USJ はあのハロウィンの時期になったら、はいはい、ホラーナイトというイベントが始まるんです。はいはい、でそれはまあ CM でもやってるんですけど、あのパーク内をすごいリアルなゾンビがうようよして、そうですよ、お客さんをわーって驚かすという楽しい、本当に楽しいスリル満点のイベント。そうですよ。で僕それ普通に遊びに行って、で普通に歩いてたら。怯えながら周りキョロキョロしてた女子高生3人組が僕のことを見つけて、へえ怖い怖い、どっちどっちどっちって言ったんです。ずるい。言われてもねえわ。ずるい。ね、逃げるべき？逃げるべき？逃げるべきなの？って言って逃げていきました。すごい、いいなぁいいなぁ。じゃあ次行きまーす、はい、はい、あら、まあこういうことありますよ。これはもうこれぐらいはありますからもうしょうがないです、はいはい、ちょっと前に営業がありまして、うん、ほんでメンバーが僕らと中川家さんと、うん、8.6 秒バズーカって、まあ、ちょっと一世風靡しました、あのラッスンゴレライ、ラッスンゴレライってすっごいこう、まあ、ブームになった、うん、でその3組でまあなんか関東のとあるところ営業やったんですよ、うん、でなかなかこう 8.6 秒バズーカでも共演しないから、うん、そうで行ってどんなことやってんのかなと思ったら、まあラッスンゴレライやってるんですけど、うん、照明がすごいんですよ、うん、なんかラッスンゴレライラッスンゴレライって赤とか黄色と光がバババババババーンなってて、下か後ろからもなんかふわっふわっふわってなってて、すごい進化させてるなと、なんか飽きさせない努力というか、ほんでお客さんもふわーみたいに盛り上がってて、すごいフェスみたいな、まあ500人ぐらいのキャパだったんですけど、うわー盛り上がってて、あ、なんか彼らなりにこう関西でもう一回こう盛り上げて進化させたやつをもう、今作ってすごい全国とかで盛り上げてんねんなと思って、10分ぐらいピカピカラッスンゴレライみたいな感じでやってて、ほんで帰ってきて、ほんで転換の時に、いやなんかすごいね、うん、なんかそのクラブみたいになってたやんって言ったら、うん、浜やねんっていう方、うん、太ってる方が、いや知らないですと、なんかいつも通りネタやってたら、なんか照明勝手にピカピカピカって立たれて赤とか白とか黄色とかのやられて、僕ら普通にネタやってんのになんか勝手に照明さんがアドリブでやってるとか、めちゃくちゃ恥ずかしくて、なんかバババババみたいになって、10分間とりあえず何もいじらんとやったけど、お客さんもそれでフーとか言うてるからもう止められず、とりあえずやりましたみたいな、え、何、照明さんのアドリブやった今のってなって、で僕らの出囃子流れたから、あ、そうなんつって普通に、はいどうもつって、僕がキリンですやったら、なんか白のフラッシュがブワーンって流れて、いや恥ずかしい恥ずかしいってなって、キリンですブワーンってなったんですよ。でいや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 ってなって、でお客さんもフワーンみたいになってるんですよ。ほんでそっからなんか僕らもなんかボケたり田村が突っ込むたびに赤の照明ブワーンって、いやいらんいらんってなって、ずーっとなんかその畳みかけのところとかも赤青赤青みたいな攻め際で勝手にやってるんですよ。誰も頼んでないのに何これってなって、まあ、10分間お客さん盛り上がったし、まあ、とりあえずええわと思って、ほんで帰ってきた中川さん、レイジさんが、なんなんこれと、いや僕らも言ってません、こんなこと言えて やれって言ってないんですみたいな感じで、なんやねんこれって言いながら出てきて、中川家さんのテンポがすごい速いから、俺さぞかしこれどえらいことになるんちゃうかなと思って、で中川さんがバーって出てったら、もう中川家まで行ったら、なんかしっとり青のピンスポでジャズみたいな照明そこまで行けばもうジャズなんだすごいあったかい光のボワーンとしたまましっとり15分やられて帰ってきた全く僕らがリクエストしてないのにすごいちょっと意外な、ちょっと遊ばれてる感じ、遊ばれててするけどな、向こうはよかれと思ってやってくれたあちょっとこれ続かないようにしたいんですけど ね、はい、あらお願いします。大丈夫かお前。
のに耐えれないんでちょっと。なるほど。初めに。はい。行くか。行け。よし。すごい。小学生の時の話なんですけど、うん、僕ものすごいコンプレックスがありまして、うん、小学校6年生で身長が175センチあって、顔がもうめっちゃ老けてたんですよね。でもみんなからおっさんおっさん言われてて、うん、でまあ嫌だったのが、まあ、〇〇の予選会でも話したんですけど、うん、お父さんとラーメン屋に行って、うん、親父が瓶ビール頼んだらもう 100% の確率であのグラス2個出てくるんですよ。まあ嫌やわ。少年野球したんですけど、まあ、普通に立ってるだけでよそのチームの監督がこうタバコ吸いながら、うん、お宅のチームの選手はどげんですかとか言ってきたりとか、もう嫌なことがずっとあってですね。で一番嫌なのがやっぱり同級生と喧嘩みたいになると、はい、もう理由関係なく体が大きいという理由で僕が悪くなるんですよね。なるほど。で一番ちょっと納得いかなかったのが、僕は昼休みに、うん、グラウンドでこう友達と普通に話したんですよね、二人で。したら同級生の誠ってやつがいまして、まあ、みんな誠って言ってたんですけど、誠がこうサッカーして走り回ってたんですよね、うん、一応決まりではサッカーゴールの前ではいいけどちょっと危ないからグラウンドを一番使ってサッカーするのは良くないっていう、誠がそれを守らずに走り回ってたんですよね、うんはいうん、で僕喋ってる後ろから誠がよそ見してて、うん、僕に思いっきりぶつかってきたんですよね。完全に悪いね。で誠の鎖骨が折れちゃったんですよ。一応小学生の時の写真も持ってきたんで、はいはいはい、これ僕も見たんですよ。もうびっくりしました。卒業式の写真なんですけども、一応あ僕これです。まあ、コスチュームも悪いよ。なんでジャケットダブルやねん。成功者発信からしたら言われるわ。でちなみにこっち側 の鎖骨折った孫なんですけど、あなるほど。親子だもん。そら川原が悪いわ。そらそうですね。はい、すごい嫌だったという。ああよかったよかったよかった、はい、とりあえず1個紹介しといてな。もうこれだいぶ落ち着いたでしょ。いきますよ。はい、はい、あ、あ、僕ですか。大輔です。僕中学校1年の時なんですけど、うん、あもう無性にも胸が触れたってしょうがなかったんですよ。まあありますよね、時期ですね。ほんまにもう胸触れたいと、うんで考えた時に、うん、お姉ちゃんが2つ上のお姉ちゃんがいるんですよ、はい、で、うん、これお姉ちゃんのもう胸触ったろと。俺はすごい、もう触りたいねん。いやー、うん、滑れへんな。緊急告知、人志松本の滑らない話 DVD 第1弾好評につき第2弾発売決定。詳しくはこちらの番組ホームページアドレスへアクセス。僕中学校1年の時なんですけど、うん、もう無性にも胸が触れたってしょうがなかったんですよ。まあありますよ ね、時期ですね。ほんまにもう胸触りたいと、うん、で考えた時に、うん、お姉ちゃんが2つ上のお姉ちゃんがいるんですよ、うん、で、うん、これお姉ちゃんのもう胸触ったろと。どうしてもいいから中1の時やからね。やっぱどうですもんね。で、うん、触ったろと、うん、でも、うん、これ普通にお姉ちゃん胸触らせてくれ言うのもやっぱちゃうと、うん、ほなこれもう寝てるところを、うん、触るしかないと。ね、ほんで、うん、お姉ちゃんがまあ風呂入ったわけですよ、うん、で、うん、ね、うん、でここやと今日やと、うん、その時お父さんとお母さんがおらへんかったんですよ、うん、おばあちゃんと3人だけやったんですよ、うん、でおばあちゃんも部屋に入ってたんで、うん、ここやと、うん、ほんで、うん、どうしようと考えて、うんうん、お姉ちゃんの部屋のベッドの下に潜り込んで待っとこうと、うん、ほんで、お姉ちゃんが風呂から上がりよった音が聞こえたんですよ、うん、ほんで、うん、今やと、うん、いうことでお姉ちゃんの部屋行ってもうこういうベッドの下にスポッと入って、うん、ずっと息を殺して待ってるわけですよ、うん、ほんなら、うん、お姉ちゃんが階段上がってきて、この僕の上でなんかパジャマとか着替えとるわけですよ、うん、で、その時はもう俺もう正体消してるわけなんですよ、うん、もう息ももうゆっくりしてね、うん、バレんように、うん、ほんで、うん、お姉ちゃんが
まあ言うたら、まあ、パジャマ着ても寝るまでにちょっと時間あるじゃないですか、本読んだり、その間ずっと下でもずっと待ってるわけですよ。寝静まるまで時間かかるまで火を殺してすごいよね、はい、ほんで1時間ぐらい経った後ですよね、ほんならカチャカチャカチャって言うて暗くなったわけですよ。でよしここやと、でもまだ眠りが浅いと、浅い、はい、もうちょっと待とうと、そっからまた20分ぐらい待ったわけです。ほんで今かなと思って、ほんでよし出ようと思ったけど、やっぱり落としたらお兄ちゃん起きたらえらいことになるじゃないですか。だからもうゆっくりですよ、ゆっくり30分ぐらいかけて出るわけですよ。すごいな、これはすごい、すごいな、もう触りたいね、一世一代やん、ね、これすごいね。ほんでベッドから全身出たんですよ。そっからまたゆっくり5分ぐらいかけて立つわけですよ、こう。ほんでお姉ちゃん寝てるわけですよ。寝てる。でこう隠れながら、こっちお姉ちゃんの頭ですよ。ほんでこの辺にこう息を潜めておるわけですよ。ほんでガッて触ったら、これまた起きると。これゆっくり行こうと、ここまでゆっくり行こうと、ここ大事よ。ほんでどうしようかなと思って、こういった時、こう息したお姉ちゃんこうなるじゃないですか、胸が2つね、こう、はい、まずは、はい、あの逆らわんとこうと流れにね、こうなってる、こうなったらお姉ちゃんがあっってなったらもうえらいことやから、まずこの息に合わそうと思って、まずこういって流れにしようと思ったら今全然普通ですよ、全然気づいてないですよ、起きないですよ。ほんで1本ぐらい続けてて、ここやと思って次はこの波に逆らったわけです。逆らうんですよ、こう、はい、ほんならブヤンってなって、うわ胸やらか思って、うわ胸やらかと思ってたら、お姉ちゃん急にパー起きたんですよ。いや言うて、で僕ももうやばいと思って、もう言い訳するのも慣れたんで、そのまま部屋に帰ったんですよ。で部屋帰ってやっばー思ってガーなってたんですよ。ほんでまあ大丈夫かな思いながら、もうバレんといてくれ神さんお願い言うて寝たんですよ。で次起きたらお母さん帰ってきてて、ほんでなんかご飯作ってあるから言うて、ほんで パンバーン食べてたんですよ。でお母さんもこれ気づいてない、大丈夫かな思いながら食べてたら、お姉ちゃんが急にうわー言うて起きて、うわー降りてくるんですよ、階段2階から。でやばいと思って、もう行ってくられると思ったら、お姉ちゃんが大輔、お母さん昨日お化け出たって言って、ほんでもう僕持ってるパンブワーッ振り出して、お化け出たんやおー怖い怖いなー言うて、パンバーン振って日本早いバスで行きました。ずっと振り出して来ました、僕今住んでるマンションに、まあ、簡易なんですけど、ちっちゃいジムがついてるんですよ。本当に、まあ、軽い運動できるぐらいのジムなんですけども、まあ、僕別に体鍛えてはないんですけど、たまにストレス解消で重たいの持ち上げたいなってなってたまに行ってるんですよ。で何回かそのジム行ってる時に何回か会うおじいちゃんがいて、まあ、おじいちゃんなんですけど、まあ、白髪で、まあ、オールバックというか、まあ、後ろに流してて、でも顔が真っ赤っかで、結構マッチョ、すごいんですよ体が。でも結構おじいちゃんのようにもう逆三角形で、それやのにこのブカブカのあえてタンクトップ着て、アメリカ製みたいな、もうこんなおじいちゃんがいて、で僕はその重たいのガーってやってるんですけど、そのおじいちゃん自分のダンベルを持ち込んで、いつもこの肩の位置まで上げてってトレーニングやってるんですよ。すごいなこの人って、でもこの人ほんとすごいな、でもなんかなんか言うてるなと思って、はい、で僕あの T シャツで顔をこう下から持ってきて、こう目の前の汗拭くふりして近く寄ったんですよ、これやってる時に。近く寄ったら、勉強するにもしない、もっとあたり一つ願ってるんだよと学園天国歌ってるんですよ。その早くこのクラスで一番の美人の隣をまで歌って、このクラスで一番の美人の隣、そ
そうって決めてるんですけど、早口で言うとはしゃあないやろ。ちょうどいいやん。ちょうどいいんだ。ちょうどいい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 。個性強いし多いもんね。個性強い。肩やるな。あ、ってきた。はい。結構お酒が飲めるような感じのラーメン屋さんってあるじゃないですか。一品とか充実してて、テーブルとかもしっかりあって、そういうとこに僕大阪のラジオを夜生放送の前にちょっと食べに行ったんですよね。で行ったら割かし若めのサラリーマンの方3人がもう結構お酒飲んでて、でまあ若い言うても1人は30枚ぐらい で2人は新入社員みたいな。でこれがね、この30枚ぐらいの、まあ、先輩の方がちょっと聞くに耐えないようなこう説教みたいなのになってるんですよ。もう聞いてた、嫌なこと言うてるなあの人っていうのは、もうそれがもうこの人マジかみたいなこと言ってるんですよ。このお前らにはそう俺が足りん、俺、この俺っていうのがこの俺たちの世界では大事、俺がやります、俺が前出ます、お前らにはオレジナルがないみたいな言って、ラーメン屋で死んだ。今まで何回か言うとるなそれ。マジかみたいな思いながらもうラーメンもうちょっと聞いとこう思ったけど、なんでないの、頼むからお前たちそれぞれのオレジナルを明日から見せてくれ。もう若いやつ、はい、すみません、すみません、なってるんですよね。もうジョッキ全然動いてないです若いやつ、はい、すみませんみたいな、なって、ほなもうそろそろ締めに入ってたんでしょうね。ラーメン3つお持ちしましたみたいな、また結構ね、結構僕より大きいぐらいの女の子のドジそうな子が3つのラーメンをこう持ってきてしまう。もう2つの方もこんなんなってる。ラーメン3つお持ちしました、もう声も震えてるんですよね。これはやばいぞと僕思ってたんですけども、まだこっちはもうオレジナルオレジナルって言ってるんですよ、こう持ってきてるのは。とんでもないシーン見てしまった。もう案の定そのドジそうな子がこの2つの方をこのオレジナルにガーンってなって、ほんならそのドジそうな子がもうパニックったんでしょうね。何を思ったんか、自分がガーッやってもたのに熱っって言ってもたんですよ。熱っって言うたらオレジナルがバーン立ち上がって僕って言って、俺どないやろ、一人称僕かよ、そこは絶対俺や、最大の俺チャンスやろ、僕青やそいつ、うわ腹立つわ、腹立つでしょ、オリジナル、腹立つオリジナル、いい感じです。前田、はい、中学の時の話なんですけども、はい、朝礼の時に、朝の朝礼の時に校長先生が学校でスポーツで活躍した生徒を表彰してたんですよ。野球部頑張った、サッカー頑張った、でその中で機械体操で泉川君っていうのが沖縄でチャンピオンだったんですよ、で種目が床だったんですけど、で校長が表彰を読み上げてみんなの前で、泉川正人沖縄県チャンピオン、種目床っていうのを思いっきり種目トコって言うんですよ。中1でもう沖縄県一の床上手になった。なってないわ、なってはないわ。一番国語の先生が笑ってました。いきますか、はい、いきますよ、はい、お願いします。いきます。おジュニア、いいとこで出てましたね、はい、去年の、1月に、あ、2月ぐらいですかね、後輩5人で、ハトバス乗ったことないからちょっと乗ってみようか、あ、いいですね、で新宿から出てお寺行って、うん、ほんで温泉入っていちご狩りして帰ってくるっていう日帰りツアー、行こうか言うて、朝の8時ぐらい新宿集合して行くんですよ、ほなバスガイドさんが、あ、この度は、ハトバスツアーにご参加ありがとうございます、ここで、注意事項がございますって言うんですけど、これが本当にご時世やなと思うんですけど、この注意事項がすごいんですよ、朝の早い出発ですから、お休みになられるお客さんもおられると思いますので、会話の方はなるべく小さな声でお願いします。そしてリクライニングシートを倒される場合は必ず後ろのお客様に一声かけてから、倒していただきますようお願いします。そしてのテーブル